それ決勝の相手がまさかの あー強い。おはようございます。ということで本日の横浜部からいきましょう。今流行りの ETC 世界の横浜部からいきましょう。今年一のいいんだったんじゃないかな。そうだね、うん、ってことで今日は帝国予選決勝戦。おお、来たか決勝戦。先週ね、トナンさんに勝って決勝に駒を進めたということで、決勝チケットを手に入れたということで、はい、ここで勝てば全国大会。うおー、我々佐賀に行くと。 SAGA 佐賀ですね。テンポいいですね、朝からということで決勝の相手がまさかの栃木シティさん。あー強い。予算がその地域リーグの予算の規模じゃない。施設知ってますか？彼らね、自前でスタジアム持ってるんですよ。すごいよね、あれ。天然芝と人工芝と持っていて、うん、クラブハウスもエグいよね。ね、もうマリノスタウンに見えたもん。もうあれはもう現代版マリノスタウンですね。ほんとすごい。昨日からマジで暑い。そうなのよ。もう30度を超えるね、うん、突然の灼熱なんですよ。この車今30度ですから。あ、30。大体まあ日中32、3度行きます。で、動きます。はい。で、群馬はね、プラス5度から7度と聞いてますから。40度近い。40度の戦いと。お風呂やん。お風呂でございますね。今日勝てばもうジャイアントキリングと言っていいですか？でもこれは言っていいでしょ。ジャイキリするのか、ジャイアントがキルされるのか。そうですね、後者の方がおそらく可能性は高い。いや、非常に高いと私は聞いております。ってことで本日も後部座席には連座に来と、はい、デイリーに来てください。デイリーに来。デイリーに来ますね。ってことで朝飯は昼、今日塩おにぎり。おお、羊羹ですね。あ、羊羹。羊羹やっぱ和菓子はいいんですか？そうです、脂質が少ないね。洋菓子と違うんだよね。あ、いいんだね。ゆうとくんが直径フレンチトースト。デイリー山崎。いや、誰も行かんない。フレンチトースト。うー初手にてフレンチトースト。うわ、どうなのデイリーは。いや、俺はちょっと入ったことないか分かんないんだけど、全然ただのコンビニない。胸が踊る。デイリーの方向かってきます。デイリー行かん。はい、群馬県にインして高崎ナウです。山々がすごいね。すごいね、これは。山脈がビロンビロンだね。暑いのかな、外。めっちゃ暑いと思うよ。今34度よ。どうですか、ヒューさん。いや、めっちゃめちゃ。心の声漏れてますよ。駒形で会うです。駒形会う。コンビニ行きます？コンビニ行きましょう。まあ、やっぱシエテモスですかね。左になりますよ。あ、行くの右なんで、ちょっと右のシエテモス。はい、会場到着でーす。もう暑いですね、これ。暑い。ワンチャン iPhone 高音で撮れないかもね。あ、あるね、それは。うん、これさ、熱中症になっちゃうよね。熱中症、熱中症、熱中症。はい。熱中症、熱中症、熱中症。今日電車予選ということで、電車来ますから、どこで参りたいですか？佐賀です。俺もっとサガントスだから、いい店いっぱいしてる。ありがとうございます。今ワカフレッシュ 2.8 です。 2.8。 いやー、8だ。8だ。 8。 見てよ、俺の8。 1.2.8。 8がむずいよ。あ、オッケー。じゃあ、嘘でしょ。 2.9 いってます。 1.2.9。 あー、足りない。足りない。どうもこんにちは。靴下一番最初に親指穴開きがち、どうもリュウキです。少しずつ大きくしていく、マックスまでいかなくていいからね。少しずつ大きくして上半。あれ、リュウちゃん靴は？なんか僕が忘れたみたいになってますけど、僕が持ってきて野々村くんが忘れました。あ、野々に貸してるんだ、トレシュ。はい、野々村が忘れました。はい、ピッチイン。ピッチイン。結構あれですね、網戸みたいな感じですね。網戸？はい。グランドが？はい。馴染みにやってないって思ってない。わー。めっちゃボコボコだね。ボコボコ？待って。
わ。いや好きだね。はい、じゃあ絶対勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。はい。激アツの戦い勝利。はい、ゴー！行くよ！行くんだよ！ゴーヨッサンデーチ！熱盛り！よし。ああ、オフサイドか。田中パウロに来ておりました。よしよし負けたんでちょっとさん付けはしたくない。元から元さんじゃなくて田中パウロ様でした。様。これで栃木シティは電車電車です出場決定。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。点決めたかったですね。めっちゃな名前出してもらえて、うん、審判のタイミングをちょっと試合中ね狙ってる感分かった。なんかあの切り込んで打ちたいんだろうなと。でも周りに忖度して打つのちょっとやめようかな。そうですね。関東リーグのチームを代表して一言言わせてください。はい。栃木シティ早く上がれ。今年上がりなさい。はい、上がりなさい。頑張って。いいですか。はい。最後に巻き控えに一言お願いします。うるせえ。いけるそれで。いける。簡単やな巻き控え。何でも返してくれる。じゃあ巻き控えに一言。押せ。
はい、ということでお疲れ様でーす。はい、お疲れ様でした。0対3ということで、はい、快敗ですね。はい、ジャイアントキリングということで、ジャイアントがキルされたとまあでもあのオーバーキルではなかったですね。そうだね、意外とチャンスも作れてたかなと思いますね。カウンターね、決まりそうだったけどね。今回ね、この関東1部の基準を知れたので、こっから関東2部はだいぶゆっくり見えるんじゃないかそうね、いうふうに思ってます、ね。肉まんの匂いがすごいんだけど。え、そうでしょ。便利じゃない。お魂売るなよってことで、はい、本日もたくさんの新聞紙ね、はい、いただきましたのでご紹介していきたいと思います。ダイジェストでいきます。関東栃木レモンマシュマロと綿乙女と。おお、栃木限定だ。はい、栃木乙女じゃなくて綿乙女ですね。紅白七福神あられいただきました。おお、ザバグルとザバクルドリンク、そしてストロング暴れしそ梅。暴れ散らかしてるぜ。濃さの衝撃と。うわ、そしてこちら補食バラエティパック。おお、栃木限定の、栃木和牛ポテトステーキ風味と。やべえ、これは美味しいね。えちえちだね。はい、そしてこちら群馬といえばね、やっぱりこれ焼きまんじゅう。そう、ゲミちゃん魔法の水ということでいただきました。膝を直したいと思います。群馬方言カルタ2尾道レモネード。おお、雑だね。本日の後世と同じに本田後世のお父さんお母さんからいただきました、ほこたメロンでございます。おお、てくい、はい、こちら毎年いただいております。ありがとうございます。はい、本当お世話してます。お世話してますはい、そしてこちらバイタスのデリシャスプロテインチョコレート風味がですね、なんと新発売したということで。そうです、はい、試合負けましたけど、はい、こちらをしっかり飲んでケアに努めたいと思います。本日をもって今年の全国社会人選手権全国の夢は途絶えてしまいましたが、関東2部リーグはねまた来週から続きますので、リーグ戦はねしっかり勝っていけるように頑張りたいと思います。そしてまあリーグ戦の方にもね出場できるように頑張っていきますので、はい、応援の方よろしくお願いします。はい、ということでチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いします。よいしょよいしょ。真面目にやってきましたよ。